番台馬レーススタートになりました。77周の決勝レース今スタート。カーナンバー23番のモチュールオーテック Z、 ロニー・クインタレリがまずはホールショットを取りました。2番手はアステモ、3番手レッドブル。サッシャ・フェネストラズが苦しんでいるところ、ベルトラン・バケットが試験員で並ぶぞ、サイドバイサイド。12号車が前に出ました。さあここで23号車だ。ここで23号車1回目のピットストップ。さあカーナンバー17番は23番のピットインに伴いまして、これで自動的にトップ浮上です。 GT500 もまだピットを終わってない1位2位接近してきています。 NSX 同士、さあ今給油が抜かれたと同時にメカニックが慌ただしくタイヤ交換。タイヤ交換早い。無限チームはタイヤ交換練習してるね。 GT500 のトップが入った。29周走りました。さあ17号車の塚越光大はレッドブルの後ろでピットアウト。レッドブルの後ろです。さあコース上で順位を上げてきました。カーナンバー16番の大湯俊樹、ドサンコレーサーだって夏のレースはいけるんです。暑いレースだって大丈夫。北海道出身のキレッキレのドライバーです、大湯俊樹。カーナンバー17番の塚越光大がピットに入ります。さあここでタイヤ交換と給油作業。あー、クラッシュだ。 130R、 これはまずいぞ。セーフティーカーかフルコースイエローか。そしてカーナンバー39は今ピットに入っている。裏1位の17の前で3球と12がこれピットストップ終わってるね。セーフティーカーはピットに戻ってきた。さあピットでは残りあと3分の1を切ったところで GT500 のトップ4台が滑り込むか。まだ入らない。38はピットに入った。38はピット。そして残り3台はまだピットに入らない。さあそしてカーナンバー12番のカルソニックが前に出た。39の前にカルソニック上がった。さあそして23だ。ヘアピンだ。4番手入れ替わった。4番手入れ替わりました。23番日産が前に出た。 GT500 のトップ争いも三つどもえだ。いやー450キロのレース、本当に休みなくバトルはあるわ。トップ争いは最後の最後でひっつくわ。松田次をやってもうた。優勝争いに繰り広げていた23号車、この88に対してこれですかね。いや12か、12に対しての幅寄せですか。ああこれだ。松田次を必要以上にライバルを押し出してしまう。ああ星野監督、こんなことがあったんだ。熱いレースだ。 GT500 S でひっついた。そして逆バンだ。逆バンクです。もう完全に射程距離になっている。 GT500 射程距離になった。1位と2位射程距離で残り3ラップ。最後尾から優勝はあるのか。15番手スタートからなんとミラクル優勝が目の前だ。平峰和樹もう行くしかない。チームインパル、アクセル全開、全開魂行くしかない。ヘアピンで来るか、ヘアピンで来るか、ヘアピンで入った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 。トップ入れ替わった。なんということだ。残り3ラップでトップ争い、サイドバイサイド並んでいる並んでいる。残り3ラップで並んでいる。 200R で前に出た12号車だ。最後尾からトップ浮上だ。ミラクルインパルだ。ミラクルインパル、2週連続ミラクルなレースをしている。インパルチームカルソニック、12号車15番手から奇跡の大逆転。そんな伝説になりそうなレース、どうぞ大きな拍手でお迎えください。2022オートバックススーパー GT ラウンド5は15番手からミラクル逆転勝利。12号車カルソニック、カルソニックが神がかった走りで最後逆転優勝。